はい、こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は FF16 実況シャープ56やっていきたいなと思います。今回ね、先に無料アップデートが来たんですよ。今日さっきね、生放送があったのかな。で、その生放送終了後なのにからアップデートがあって、その内容の一つとしてコスチュームの変更がねできるようになりました。このアレテストーンから、これキャラのね衣装だけじゃなくて武器も変更することができるらしいんですよ。で、これ見た目だけの変化でステータスには影響しないということなので、ちょっと変えてみようかなと思う。イフリートブラック、多分これどんどんアップデートで衣装追加されてくんじゃないかなと思うんですけど、うおーすげえ、武器も今までゲットしてきたやつだね。こうしてみるとすごいね。で、あとそれとですね、今回無料アップデートの中でオニオンソードも追加されたらしい。オニオンソードってみんな知ってるかな、あの FF3 の玉ねぎ剣士のやつ、武器だね。それが追加されたらしいので、こうして武器見るとかっこいいな。だいたいやっぱ黒基調が多いけど、とりあえずオニオンソードにしてみたいね。ブライトバーン、ブレイブハート、え？なくね？オニオンソードなくね？え？なくね？アップデートから、あれ待って、あれもしかしてあれかな、ダウンロードのところで取らないとダメなのかな、なんかそういうところが項目があったような、あった！これだ、異質な力を秘めた剣、長く地道の種を積んだ剣士が持つことで進化を発揮すると言われる。魔導士たちの思いを継ぎ、強力な闇と対峙した戦士の手に握られていたもの。巨大闇っていうのだ、暗闇の雲のことだね。つまり、なるほど、これで早速あるはず。これだ、オニオンソード、異質な力を秘めた剣、これだ。やっぱオニオンソードといえばこれだよな。ディシディアの玉ねぎとかも握ってたやつだね。これ他のキャラも衣装変更できるみたいで、トルガル、あ、すごい、あの最初からオーラまとってないバージョンのやつってことかな。アイスブルー、ジョシュア、フェニックスグレイ、ジル、シバホワイト。せっかくだからちょっとしばらくこの衣装でやってみようかなと思う。アンブロシア、お、すげえ装飾がすごくなる。ロザリア、ロザリアンゴールド、すごいね、ロザリアリスペクト感が。え、これ他のキャラの武器ってさすがに、あ、これ関係ないね。オッケーオッケーオッケー、なるほど。まあ、ちょっとそんな感じでやってみようかなと思います。うお、目立つ黒服にオニオンソードは目立つ、すごいわ。あ、なんか後ろにマークついてるね。このマークついてるわ、マントに、マントにマークがつきました。なるほどね、こんな感じですオニオンソードとの違和感すごいけどね、合ってんのかよくわかんないけど、とりあえず遊んでいきます、これで。で、今回はあの前回の終わりに言いましたが、灰の大陸のサブクエストとかを、まあ、やっていこうかなっていうことなんですよね。それぞれあるな、これ。下から行くか、エイストラ。もうそれぞれ何のクエストか覚えてねえけど、とりあえずハフハフ渓谷にモブがいることは覚えてる。ハフハフ、ほら、ハフハフ、ここだね。石翼の残花後編ですかね。ハフハフ、うわ、オニオンソード目立つわ。あ、ジョシュアとかも着替えてるんだよね。おお、着替えてる、すごいすごい、ちょっとなんか新鮮だね。ジョシュアさんが赤パンになってる。ちょっと見慣れないかもしれないけど、てか街だとアンブロシア乗れないの痛いな、遅いんだよな街中。
町っていうか村。あれ？てか逆？逆じゃん。こっちじゃねえし。全然こっちじゃねえし。向こうだし。アンブロシアも呼んでみましょう。行くぞ。おお。すげえ。見た目が超豪華になった。この。普通のね、芝とかのチョコボ、芝じゃねえや、ジルとのチョコボ比較するとすごい差だ。まあ、芝で間違ってないけど別に。ストーリー上ここ先を急ごうみたいになったとこだ。入れなかったとこだ。なるほどね。あれ人がいるぞ。まだ生存者いるんだ。ここか。なんか不穏な人がいる。不穏な曲が流れてる。こんな場所に生き残りが。すげえ服がメラメラしてる。これは何やってんだ。お前さんも呼ばれたのかね。なんかヤバそうだな。いや別の用があって来たんだ。まさかこの辺りに人が生き残っているとは思わなくてな。おお、そうか。あんたたちはこの村の住人なのか。ああわしはな。他の者は呼ばれてきた者たちだ。なんだこいつら。彼らは何をしているんだ。儀式だよ。かつてバルナバス様がもたらした古き教え。まさに噂の。ここはその祈りの場なのだ。救い主様の手でわしらはアカシアへと生まれ変わる。なんだと。綺麗ななんだと出ました。どうか私たちを無垢なる存在に。民たちも知ってるんだね。そういう用語というかアカシアとか。我々にアカシアの姓を。アカシアともかくあれか、無垢なる存在からお救いください。バルナバスがこれなのかな。救世主信仰だとでも。なるほど。一つ教えてくれ。進めてたんだな。国全体で。この村に装束姿の男が来なかったか。ああ、彼には世話になっている。今はこの奥にある家におられるはずだ。すまない、邪魔をしたな。アカシアになることが救いだと。今は第三席を見つけるのが先か。奥の家へ行こう。まあそういう競技なら仕方ないわな。とりあえずいろいろ見てみよう。いいアイテム。おお、宝箱が。フルメカシークリスタル。フルメカーン。まあまさかこの辺になんか最強の防具だったりが落ちてるわけねえしな。なんもねえな。奥の家ってどこだ。え、一瞬で何か始まったと思ったら一瞬で何かが終わったぞ。お、ここのようだ。いない、いない、いなくね？いなくね？あ、いた。先にこっち読んどこう。メレワールの北安州
ベオルンハード・ベルダー・マルク陛下におかれましては、かつて禁樹という忌まわしき法を操る一族がいたことをご存知かと思います。こたびはそやつらを取り締まる執行者、あ、そんな話してたね、ご清聴いただきます。クリスタル自治領にて築かれた執行者という組織は人の世を守らんと禁樹の撲滅に奔走したそうにございます。そして忌まわしき一族をバリス勢から追放し、役目を終えた彼らはいつの間にか歴史の表舞台から姿を消してしまいました。続きが気になる。不死鳥教団のものか。それは雄筆様のブローチ。もしやクライブ様では。すごいな。ああ、そうだ。この特徴で気づくとは。教団の第三席だな。オニオンソードめちゃくちゃ目立つな。いかにも。めちゃめちゃ目立つ。シリルに頼まれてお前を探しに来た。さようでしたか。申し訳ございません。閣下にまでご面倒をかけてしまうとは。知らせが途絶えていたそうだが。この村で果たしたいことができてしまったのです。我が主命よりも重んじたいことが。珍しいタイプだね。村人たちの祈りをご覧になったでしょう。感情持ってんなこの人。彼らは休むことなく神への祈りを捧げ続けています。神に日ごと祈りを捧げ、我欲を捨て無くなるものへと生まれ変わるその日を待つ。無くなる存在になりしとき、救い主はその手を差し伸べるであろう。早い話がエーテルダマリに行けばいいだけなんだけど。この教えを信じて、私は救世主信仰を調べるうちに彼らに出会い、信仰の深さに胸を打たれました。そんな人もいるんだな。どうしてもその願いを成就させてあげたい、そう思い彼らの手助けを。これがたとえ教団の戒律に背くことだとしても。よく考えたら不死鳥兄弟が違う。願いを成就することがどういうことか分かっているのか。はい、理解しています。違う。彼らの願いとはすなわち宗教の方、自我を捨てアカシアになること。閣下には信じがたいことかもしれませんが、彼らにとってはそれが救済であり信仰ですから。そうだ、バルナバスも。調査の件でしたらご心配なく、こちらの報告書にまとめて。異質な音。ご用心ください。外で何か起きたようです。俺が様子を見てくる。ここで待ってろ。エーテルだまりが発生してる。本当にアカシアになったのか。エーテルだまりが。くそ、今行く。エーテルだまりは、あ、異物が動いてる。こんな時に奴らまで。アカシア化したわけじゃなかった。一気に叩く。おりゃあ。さすがに戦闘中は目立たないな、オニオンソード。違う。弱っ。トルガルが目立たなくなったな、色合い的に。今度は何だ。うお、すげえ動いてる。ボスじゃないの。鉄巨人的なやつが来んじゃないのこれ。ほら、やっぱ鉄巨人みたいなやつ来た。今度こそウルフラマイターか。また厄介なやつが出てきたな。ヒトゥス全然違うし。肩をつけてやる。分かった。ジャッジャジャーン、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 ジャッジャジャーン。シャキ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 。シャキ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 
これで斬鉄剣レベル5になるか。これでも暗い。斬鉄剣ウィルゲージは全然たまらず削れないわ。で、ジルさんがめっちゃ攻撃食らってるな。おりゃテイクダウン前に HP 半分削れると。ふよふよ飛んでるやつはなんだ、ロシアの本物かな、これ。よし、斬鉄剣レベル5くらえ。25,000、これでフィニッシュだ。終わったな、オッケー。ドーン、羽がほんと戻すときにハートマークになるんだよな。まだ不穏な曲のままだ。すげえ、トルガルさんも光ってる。お、明かし明かしたか。あ、まだ異物が生きてる。うわ、何、第三席、三席。ドライブさん強っ、やっぱ一撃かよ。大丈夫か、おい、しっかり。三席ダメだこれ。村人たちはアカシアになることを心から望んでいる。それが救いだと信じていたから。お、やばい、もう半分アカシアカしてるし。あの人も同じ、何もかも失った私にとって、不死鳥教団こそが全てだった。だから分かっていても、彼らが信仰に準ずることを否定できませんでした。なるほど。ただそれだけ。申し訳ございません、閣下の大手を煩わせて。こちらが調査をまとめたもの、どうか雄筆様に。ああ、確かに受け取った。ああ、見てください。明石役になっちゃうんだ。彼らは救われた。でもその証を結局クライブが倒さないといけないんでしょ。扉が開くほど、あれ、どっか向かってった、どこかに行ったぞ。あのおっさんは明かし明かしなかったな。ベアラーなのかな。あれ、戻ってきた。しばらくしてウォールウドにまだやることあったのに。彼らは救われたか。シリルに報告しなければ。シリアルに報告しなければ。最近あんまシリアルって食べる機会ないな。お戻りになられましたか。ご無事で何よりです。第三席から調査報告書を預かった。お前に渡しておく。審査いたします。
閣下。して彼は死んだよ。ミッケルブルクで異物の襲撃を受けて丁重に弔ってきた。さようでございましたか。あの村にいた救世主信仰の信徒、彼らはアカシアになれば救われると信じていた。人の身を捨てることが救済となる。第三席はそんな信徒たちのために命を落としたんだ。願いを叶えてやりたいと言ってな。そしてそれは叶えられた。人らしく生きるということは人らしく死ぬことを意味します。あ、シドが言っていたな。人として死ねる場所を作りたいと。自らの死にいかなる意味を与えるか、それを決めることができるのは当人だけ。誰に後ろ指を刺されようと、誰に理解されまいと。今回はシリアス、そのものの選択であるならば、それが全てでしょう。不死鳥教団の教えを信じ、守り、準じる。それが我らの生きる意味でもある。ほとんど感情を殺してやってるもんね、この人たち。だが彼は教団の信仰ではなく村人たちのために死んだ。お前たちにとってそれは許されるのか。彼は最後に自分を信じ、自分の思いに準じた。これもまた一つの信仰のあり方。何より人として本望であったと思います。意外と。そうか、意外とこの人もシリル、人の気持ち考えられる。あの者の名を教えてくれないか。これまでに身を落として殉教した教団員たちの名も、知りうる限りの人々の死を、彼らの思いを覚えておきたい。俺の大義のために。承知しました。早急に名簿をご用意します。根性の宗主ジョシュア様に陣謝を。我ら赤翼の徒、誠良き務めを賜りました。閣下、どうぞお心のままに大願を果たされますよう。それが命を落とした同胞への最上の鎮魂となりましょう。終わった、終わった。お、9600、すごいな。オリハルコンゲット、不死鳥教団の表彰、創始とするフェニックスの羽が目印。なかなか今回は重い話になりそうだ。ウォールド王国のやつは多分楽しい話なんもなさそう。さて、まだいっぱいあるんですよ。ウォールド編が。ウォールド編いっぱいあって、で、さっき飛んじゃったんですけどね、モブ退治に、もうこの辺にね、モブ2体いるんだよ、多分。そいつらをやっつけに行きたいと思います。この辺か、アンブロシアが反応した。うわ、奥から何か出てくるな。うわー、なんか久々に見たこいつ。昔シドと一緒に倒したいやつだ。そいつがアカシア化してる。デカトカゲだ。おりゃあ、遺跡の主ってところか。武器のようだな。ギュンギュン落ちてきてる。シャキ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 。ゴールディア。おお。シャキ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 。すごい。
ファイアブレスなんて無視してる。完全に無視したし、ギリ暫定付けレベル5になってないし、おるや、ステックダウン、これでもくらい。これはモンハンだったら一番気持ちいい位置でやってるわ。 弓だったら頭から尻尾まで貫通レアで通ってるわ。ボーガンだとすごい気持ちがいい位置。貫通弾連打できるな、この位置。これでもくらい。起き上がり暫定つけ、お、回転、ふぅふぅまだ来る、ふぅ、ファイアウォーカー、炎なのか水なのか、モンハンなら絶対尻尾切れるよな。これでおしまいかな。あー、まあもうちょい残りそう。あ、倒した。自分からなんか移動してきた。死にに来たわ、自分から。あ、レベル上がったかな。おお、レベルは48。地流の下、儚いものだよ。さて、あとはもう一発戻っていく感じかな。戻ります。うわ、こんなところにオバームーク、ゴブリン。こんな村の中に一匹ゴブリンが佇んでいるとは。こいつ何者なんだ。ゴブリン族だと、あの大陸にまで来たっていうのか。おりゃ、多分こいつ、あ、なんかアップデートで軽めのモンスターの空中のなんか挙動が変わるとか言ってた。なんかゆっくりなんか落ちるようになってたから、確かに空中コンボしやすくなるようにみたいなこと書いてあったの。今のがそうか、なんかすげえゆっくり落ちるようになったの。物理法則逆らいすぎな気がするけど。シャキシャキン。よっしゃ、これレベル5いくわ。これでもくらい。リトルスイング、うわ、めっちゃ回ってる。シャキゼロ距離ギガフレア。うわ、すごい、女子アサもビーム放ってる。ダブルビームしてる。ゴブリンパンチ、終わっちゃった。パンチされる前に終わっちゃった。 OK。あと残すモブは2匹かな。あ、原始の角笛手に入ったぞ。こいつからだったんだ。お前の旅は終わりだ。オッケー。ファイナルファンタジーだ。さあ、これで最強の武器もしかして作れるのでは。これ戻るぜ。ブラックソーン行くぜ。もしかして こんなしょぼモブが最後の最強武器のピースだとは。
作るぜ作るぜ。なんだっけ、ゴッダーダ、ゴッダーダメルン。よークライブ、何が必要なんだ。おお、作れる、揃ったぞ。ゴッダーダメルン、神本を制する力を持つ剣。神の時代の終わりを銘打たれたこの剣には神に抗う人の意志が込められている。こいつなら敵なしだ。おお、トロフィー、伝説を超える剣ができた。あ、なんかイベント発生するわけじゃないのか。もちろん強化はできないね。これがアルテマウェポンを除いた最強の武器ってことになるのかな、多分。あ、なんかウロボロスもできるようになってるぞ。これ早速もうあれが外れちゃうじゃん、あの父ちゃんの形見、形見の防具が。早速お役ごめんだ。よし、できたぜ。またな。うおー、できたけどオニオンソード装備してるから見た目が変わらねえ、見た目が変わらねえ。ゴッターダメルン、ちょっと見た目見たいけど、今回の50シャープ56は多分オニオンソードでずっと生きてんだよな。ゴッターダメルン、え、どれどれ、泣くねあれ、私今作ったよね、装備してないのかな、装備してるよね、ゴッターダメルン。まあいっかとりあえず今回はこれで行くんで、はい、また灰の大陸に戻りまーす。クエストがなんと3つ発生してるぜ、すごいな。とりあえず近いところから行こう。バルムンク監獄に行かなければ。確かレーベンウィット城塞に隣接しているんだったな。前来た時行けな、あ、なんかいるぞ。 あれただの モブかと思った。ただのアカシックオークだ。まあ無視していいね別に。厄介なのがアンブロシア乗ってないから振り切れないんだよな。この奥だね。あれだ、めちゃめちゃ戦闘の音聞こえてるけど全部無視だ。お、いたぞ。確か隊長と来てんだけど、ここ隊長だ。ドリス、無事か、待たせたな。よく一人でここ来れたよな。問題ありません。さすが隊長だぜ。少しあたりを調べてみたのですが、多くのアカシアが徘徊しているようです。この状況、囚われたベアラーたちはもう望みを捨てるには早い。さっき村の人たち生きてたからね、不思議だったけど。俺は1階を調べてみる。では私は2階を。また後ほど合流しましょう。誰か生存者がいればいいが、確かにこの状況ではキラキラしてる。まずは手がかりを探すか。それらしいものはないか一回を調べよう。開かない、鍵がかかっているな。え、鍵を探す感じなのかな。こっちは開いてるじゃん。あれ、前回ここも行けなかったよね。あれ、おお、明石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 クッシグプレイ。シャキ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 。鍵を探すとかバイオハザードかな。あ、違う、バルムンク監獄規則。
バルムク監獄はウォールド内外で捕らえられたベアラーを収容する軍事施設である。目的は軍用魔獣クーザーの訓練飼育管理であり最高軍事機密に該当する。そのため設置目的の漏洩厳罰に処す。収容したベアラーは軍用魔獣クーザーの訓練に使用する。その他の使用について管理者の承認をする。やべえな。この監獄は軍用魔獣の管理もしていたのか。ただのまだ潜んでいるかもしれない危険な注意して魔獣と戦わせるための相手役だったんだ。人と思ってねえ、マジで。とりあえず1階は1階をぐるっとなんか階段を登ってくるだろうけど、おりゃおりゃ。ただの雑魚敵だとちょっとさすがに斬鉄剣をやりすぎなんだよな。狭すぎて何か、はまったぞ。狭すぎて何が起こってんのかわかんねえし。あー、あれかもしれない。もしかして、あれ、なんだこれ。剣か。かっこいい剣の置き方してるな。計画軍事立案書。訓練中の軍用魔獣であるクーザー、これまでの魔獣に比べはるかに獰猛であり、兵器として高い成果を期待できる。しかし訓練においては未だ敵味方の識別ができず、一般兵との戦場投入は困難である。そんなベアラヘッドの混成部隊として投入し、ベアラー兵もろとも敵軍を殲滅させる作戦を提案する。やべえ、軍用魔獣の訓練だと。しかもベアラーをおとりに。決死部隊だね。収容していたのもそのためか。決死隊だ。なんか爆弾持たせて突撃させるみたいな使い方だな。なんかその割に機密事項いっぱい落ちてるね。給仕について、著しい物資不足である現況下で十分な給仕ができていない。救援？そのため先日の訓練でクーザーが暴走。味方兵として配置したベアラを全て捕食する事態に陥る。だが従来の獣肉に比べて満足感が高かったのか、数人捕食した後にクーザーがおとなしくなった。季節して訓練に使えないベアラの新たな用途ができたため、積極的に餌として消費するよう指示を出す。ベアラを魔獣の餌に。えぐすぎ。命を何だと思ってるんだ。えぐすぎ。まあ、手がかりらしいものはないか。言うて生存者も見つからない。普通の動物と違ってドリスと合流しよう。ベアラーの数にも鍵があると思うんだよね。結局人の子と同じように生まれてくる以上、そんな鶏の卵とかとわけが違うんだから大変だと思うんだけどね。え、ドリスさんはどこへ、どこに行ったらいいんすか。さっきの階段とこかな、もしかして。階段登んのかな。落ち着いて。ん？いっぱいウォールド兵がいる。これでしまいだろう。いた。え、ドリス、さっきのアカシアと遭遇しなかったのか。ドリス、そっちはどうだった。ええ、こちらも同様です。見つかるのは監獄に関する文書だけで、ここは単なる監獄ではなかったのですね。まさか軍用魔獣の訓練にベアラをあてがっていたとは。魔獣には人の何倍もの極を誇るとの記述がありました。そんな相手にかなうはずもない。囚われたベアラの中には幼い子供から老人までいたようです。おそらく兵として使えないものもここで処分していたのでしょう。餌としてね。ああ、怖っ。ベアラーを魔獣の餌にすることで、恐ろしい世界だ。
そんな、なんということを。他には何かなかったか。鍵を一つ見つけました。2階では使えそうなところはありませんでしたが。さっきの1階の開かなかった。1階の鍵なのかもしれない。まだ入っていない場所があったはずだ。俺が調べてこよう。バイオハザードかな。ドリスも後から来てくれ。承知しました。バイオハザード。お渡しした鍵は1階のどこかのものかもしれません。戻ります。なんか落ちてる。あれさっきこんなんあったっけ？見落としただけ。15ギルテ。あ、まず生き残りのアカシアがいるの。うえ、仲間たちがちゃんとダメージを与えてくれてる。お、宝箱か。フルメカン？そこ、ここ降りたい。ここ飛び降りたいんですが。めんどいな。突き破って降りていきたい。あれ？どこから来たっけ？ここだ。3階には行けなくなってるわ。行かなくていいよっていうね。多分フロアマップも作るのめんどくさくなったんだな。オッケーオッケー。必要ねえっしょっつって、樽でも置いときゃいいっしょってなったんだな。まあ、これぐらいだったら全然別に破壊していけそうだけどな。この扉の鍵だったのか。普通にこんなのだってクライブさん斬鉄剣撃てばいいだけでしょ。これ要するに、これそのさ、散々フラグが立ってるクーザーとやらと戦いそうだよね。これね、絶対その流れだよね。絶対クーザーと戦うじゃんこれ。お、何、少女の声が聞こえる。どこからか少女の声が。まさか。お、生きてる。何、ベアラーが生きてる。誰、クライム君だよ。生き残りがいたか。ここに残っているのは君だけかい。うん、兵隊さんはみんな化け物になっちゃった。他の人もあいつに食べられて。クーザーだな、あいつ。軍用魔獣の子。やっぱそいつ戦って終わりだな、このクエストは。シド、その子は隠れ家で保護する。ドリス、頼めるか。はい。怖かったでしょう。でももう安心よ。チャドウィックは。チャドウィック、え、どっから聞いたことあるな、その名前。あのね、チャドウィックがあいつから逃がしてくれたの。それでね、あいつをやっつけてみんなを守るって。お姉ちゃんたちのこともチャドウィックが守ってくれたんでしょ。誰だっけ、チャドウィックって。それは、お、今のまたあいつが来たんだ。チャドウィック助けて。まさか軍用魔獣。それにしてもこの方向は。ベヒーモスに色違いかな。お前はその子を守れ。わかりました、シド、どうかお気をつけて。うわでかっ。軍用魔獣。ベヒーモスだ。しなければどこかから中に入れないか。さっき空いてたとこあったね。まあさっきも言ったけど、それこそクライブさんが暫定剣するだけでいいと思うんですが。でも意外とおとなしいじゃん。クライブ見ても襲いかかってこないぞ、あいつ。意外とおとなしい。あ、これだ。破られてる。おお。でけえ。でも A ランクだな。あれ、こいつモブ扱いになってんのか。でもストーリー上のベヒーモスより強いよね、多分ね。レベル40だもんね。お前
前がベアラーたちを来い、終わりにしてやる。またメテオ撃ってくるんでしょこいつ。HP もう 3分の1削れてる。シャキ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 。おお、転んだと思ったらショルダータックルだった。何が起こってるのかわからない。コメント、これ衝撃波が避けるのが苦手なんだよな。これ本体を飛ぶので衝撃波避けるのが苦手マジで。ほらタイミングがずれる。衝撃波流すから余裕なんだよな。あれあれ、ジョシュアさんが隣で何かしてくれてる。最強の武器の火力を受けるがいいよ。あはは、中断されてるし、断絶ランプが。テイクダウン。顔面に叩き込んだら、溜まるかな。あ、溜まった。オッケー。続けざまに食らうが良い。どうだ、決まった決まった。どうだ。でも明らかにやっぱストーリーのベヒモス苦戦しなかったな。やべえな、ウォールド王国。こんなやつを飼い慣らしているとは。シド、お怪我はありませんか。余裕だぜ。ああ、大丈夫だ。ん？なんで無言？ああ、なんか発見したのか。なぜ書物が。ドリス、見覚えがあるのか。ええ、間違いありません。かつて私がチャドウィックに送ったものです。そうか、お、彼はこの魔獣と戦っていた。無事食われたんだね。あの子を守るため最後まで戦ったんだろう。チャドウィック、もう他に生き残りはいないようだ。あの子を連れて帰ろう。わかりました。チャドウィック、今度は私が守るから。あ、そっか、もともとドリスのその知り合いを探しついでに生き残りもいるんじゃないかでここで来たんだっけ。なんかやっぱ受けた クエストすぐやらないと忘れちゃうな、話の内容を。そんな話だったっけ。そういえばずっとあの子の面倒を見ていたのか。はい、一人にしておくのが心配で。ですがあの子、ハイデマリーも少し元気になったようです。ハイデマリー、救うことができて本当によかった。そうだな。だがチャドウィックのことは残念だった。いえ、シドが軍用魔獣を倒してくれたおかげで彼の最後を知ることができましたから。最後まで弱き者を守る。私の記憶にあるチャドウィックとどこも変わっていなかった。勇敢な男だったんだな。少し聞かせてくれないか、彼のことを。はい。ドリスの過去編か。かつて私とチャドウィックはあの奴隷商人の下で使われていたのです。うん。私たちはベアラーの身でありながら教育を受けました。すべては彼女の使いやすい道具になるために。ですが、さまざまなことを学ぶにつれてこの世界に疑問を抱くようになったのです。そして私たちは逃げ出しました。自由を求めて。あのあと彼と再会することはありませんでしたが、思いは変わらず私と同じだったようですね。彼もまた
自由のために戦い、間違いなく人として死んだ。ええ、ハイデマリーはその証でもある。だから今度は私が守っていきます。石の剣の名にかけて、彼が最後まで戦ったように、私も最後まで戦い続けます。頼りにしている。終わった。まあでも暗い話が多いな。やはり生き残り一人だけいたけど、剣の希望、グングニルの CT 短縮か。あら、あ、戻ってきた。なんかまたイベントが始まるのかと思った。ということで今回でウォールド編のサブクエスト全部終わるかなと思ったんだけど、全然終わんなかった。なので次回に持ち越しということで、今回の動画一旦ここで終わりたいと思います。次回の動画もお楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。